い、どうも皆さんこんにちは。私キノと申します。ツイン続きからやっていきたいんですが、その前に一つだけお知らせがございます。こちらのゲームのバージョンのお話なんですけれども、私が前回までプレイしていたバージョンはツインの 1.03 バージョンだったんですけれども、最近ね 1.07 という最新バージョンが、出ましたので、そちらに今回から変更しております。作者様からもわざわざご連絡をいただきまして、よかったら最新バージョンでどうぞということで、こちらに更新させていただきました。まあ大きな変更点というと、イベントとかね、そういうのに入ると結構ゆったりしたキャラクターの動きだったんですけれども、そこが早くなったらしいです。ということで早速やっていきましょう。大きな人形が椅子の上に置かれている。大きなお人形ね。でも普通の人形もこれだけ大きいとなんだかちょっと怖いわね。いや怖いよね、ほぼ等身大だもんねこの人形。普通に怖いわ。なんだろう。机の上に一冊の本が置かれている。しかし本は固く閉ざされていて開くことができない。なるほど。誰もいないはずなのに椅子から何者かの気配を感じる。怖すぎるやろ。これは触れない。あの向こう側のさ、肖像画もめちゃくちゃ怖くない？特に変わったところもない普通の鏡だ。映ってないけどね。でも椅子は特に何もないか。ウサギのぬいぐるみが置かれている。こんなところに。やった、扉があるわ。もしかしたら隣の部屋に通じてるのかもしれないわね。なるほど、ここが開けばチェムちゃんと合流できるか。どうやら扉には鍵がかかっているようだ。ダメだわ、鍵がかかっちゃってるわね。でも今までのパターンだと部屋の扉は謎解きに正解すれば開いていたわ。おお、賢くなってるな。だとしたらこの部屋にもどこかに謎解きがあるのかしら。まずはそれを探さないといけないわね。すごいゲーム慣れしてきてる。何の音だ？あっ、なるほどね。これのフラグを出ることによって、本が開いたと。あれ、この本さっきは閉じていたと思ったんだけど、気のせいだったかしら。まあ、確かにこういう動きが一個一個早くなってる気がするな。それとももしかしてこれが部屋の謎解き、この部屋の謎解き？調べてみる必要があるわね。じゃあ本を読みましょうか。我問いに答えよ。あー、これか。やっぱり。ということはこの謎解きに正解すればきっとさっきの扉が開くはず。本当か？大丈夫、チェムと出会う前まではずっと一人でやってきたんだもの。そっか、まあ、チェムちゃんよりもちょっと先についてるんだもんねこの屋敷に。現在は西暦何年？え？このゲーム内だと、どれぐらいなんだろう。え、何これ、これだけなの？え、マジ？あと白紙ってこと？現在は西暦何年だけ。なんだ、とっても簡単じゃない。たまにはこういう簡単な問題もあるのね。おー、ついてるっていう意味のフランス語かな。答えは1888年と。あれ、どうだった？やばい、チェムちゃんのターンの時に西暦何年って出てたっけ。きっとこれ結構差があるんじゃないかな。近くで鍵の開く音がした。やった、
これで隣の部屋へ行けるわね。て、キャ、な、何？え？何も見えない。え、だ、誰？誰かいるの？あのガラスが割れたのかな、鏡か。え、来るなら来なさい。別に怖くなんてないんだから。怖いやろ。うわぁ、着いた。よかった。え、後ろの足跡何？え、あの机に誰かいる気配がしたやつじゃん。あー、びっくりした。もう一体何だったのかしら。後ろ見るな。え、な、何これ、どうなってるの？いや、普通に怖い。待って、ぬいぐるみ、人形も、ちょっと待って、一旦セーブしていい？一旦セーブして、え、ウサギのぬいぐるみもなんか、わ、話聞けないわ。引き出しの中を調べた。古びた、これ何、釘かな、を手に入れた。え、何それ。え、本読めないんだけど。鏡が割れてしまっている。でも破片がないし、と、え、何これ、え、何、ウサギのぬいぐるみが首を吊られている。かわいそう、誰がこんなことを。え、この件についてはいいんですか。開いてる。これ、うわー、これ降りられないじゃん。新しい部屋、え、やばばばばばばば、まったく、本当にどこまで行きやがったんだ。怖、見えないよね。え、なんで行くの？見えないのかな？あ、あいつだわ。一応、高低差があって見えないのか。よかった。なんで近づいてるんと思っちゃったわ。まさか上までは登ってこないでしょ。待って、隣の部屋に行ったらチェムちゃんが見つかっちゃうんだが。大丈夫か？チッ、ここも外れか。早く出てってー。わあ！ん？どうした？何か報告でもあるのか？こいつら、なんか使い魔みたいなやつか。何？侵入者とやつがもうすでに接触していただと。それは本当なのか？どっちが侵入者でどっちがやつなんだろうね、エミリーちゃんとチェムちゃん。やつって多分こっちかな、エミリーちゃんかな。くそ、まずいことになったな。どうなるん？まったく、母親に似て手間ばかり取らせるクソガキめ。母親に似て？母親？エミリーちゃんのお母さんかな。おい、お前、今から俺が言うことを大至急この世界にいる全ての悪魔へ伝えろ。ああ、一応悪魔なんだ、こいつらも。まず奴らを見つけ次第随時俺に報告。それから分かってるだろうが。え、行っちゃった。いや、こういうイベントも実際のと比べてかなり早くなってるんだろうな。行っ
っちゃった。どうしよう。とにかく今の会話で私とチムが一緒に行動していることがバレちゃってるのは理解したけれど。遭遇しちゃいけない。でもどうせバレようがバレまいが、このまま見つからなければいいだけの話よね。今はとりあえず、早くここを通り抜けて上を目指すことだけを考えなくちゃ。この子は元の世界に戻っちゃいけないのかな。さすがにこの高さからは飛び降りれないわね。縄か何かあればいいのだけれど。あのウサちゃんの縄じゃないよね、まさか。うわ、めっちゃ暗くなってるよ。ウサギのぬいぐるみ。この紐をさすがに使うとかじゃないか。押せるな、この椅子。押せるようになってるけど、なんか動かなかった？動いてないか。どうやら扉には鍵がかかっているようだ。どうやらこっちの扉は開かなくなっちゃったみたいね。なるほど。じゃあどうしたらいいんだ。この部屋のどこかに何かがあるってことだよね。あの椅子を使う？待って、アイテムでだいぶ肩が来てし、ガタが来てしまっている釘だよね、多分。だが頑張ればまだ使えなくもなさそう。これを一体何で使うかだよね。鏡が割れてしまって、うさちゃん、うさちゃんのぬいぐるみ、これで取れるか。ハサミか、これ。釘じゃない、ハサミか。なるほど、ちょっとやり直そう。そっかそっか、あそこにひびがあるからうまくいけないんだね。ここをまっすぐ降りていって、よし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 、なるほど、順調だよ。いいよいいよ。あれ、ここじゃない。もしかしてまっすぐでよかったのかな。ただ単にちょっと深読みしすぎたな。これをとりあえずまっすぐ持ってって、でウサギちゃんの横まで行けばいいのかな。よし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 。でここでハサミを使う。よしよし、これでできるだけ上の方から切ればなんとか長さ的には問題なさそうね。待っててね、ウサギさん。今下ろしてあげるから。優しい。これでハサミは壊れちゃうんだろうな。でもこれでよしっと。よかったね、ウサギさん。じゃあまたね。おー、丈夫だな。びっくりした。すげー音でハサミ壊れるじゃん。めっちゃびっくりしちゃったわ。ウサミぬいぐるみが置かれている。ウサミって言っちゃったわ。ここで紐を使えばいいのかな。アイテムで丈夫な縄。よし、これをここに結びつけてっと。できたわ。これで下に降りられるわね。よし、いいぞ。うわっ、瓦礫。でもどかせられる瓦礫か。扉のつっかえを取り除いた。これで合流ができる。やっほー。お待たせ、チェム。さあ、早いところ先に進みましょう。よし、これで進めるようになりましたね。なんかアイテムとかあるかな。難しそうな本ばかり。特に何もないか。あいつはもういない。ここは私たちがいた場所だよね。ちょっと忘れかけてたけど今思い出したな。よし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 。
お？ドアにメモが貼られている。読む。この扉の先にいるものについて、奴には決して関わってはいけない。触れてはいけない。触れられてもいけない。近づいてはいけない。近寄ってもいけない。近寄られてもいけない。話しかけてはいけない。話しかけられてもいけない。逃げなければいけない。捕まってはいけない。わお！そんなとこ行けるか？そう言われた後で。隣の廊下にいる悪魔の数は？ちょっと待ってくれ。悪魔がたくさんいて、数えなきゃいけないってこと。ちょっとなんか調子悪いな。隣に悪魔がたくさんいて数えなきゃいけないってことだよね。ちょっと待って、セーブして一旦入ってみるか。行くよ。いや、どうなるんだこれマジで。大丈夫か？屋敷に入ってきた時と同じような感覚あるけど。また暗いね。全然見えないんだけど、貼り付けてもらえませんか？誰か入ってきた。どうしたらいいのこれ。どこ？扉がある。なんかいる！扉には鍵がかかる。これ、この人私のこと追ってる？もしかして。どうしたらいい？出ていい？怖いから。ちょっと一旦出るね。なんかいたな。なんやねん、あいつ。何あの人。何あの人、どうしたらいいの？ちょっと待って。マジで画面が暗すぎて、見えないんだけど。これ、こんな穴開いてたっけ？こんな穴開いてたっけ？あれ？これ別の部屋だ。あれ、なんか別のところ来たな。隣の扉から出たのかこれ。マジ？いいの？行くけど私。悪魔についてその4と書かれた紙がある。読もう。悪魔についてその4。悪魔は暗闇を好むという話は周知の事実だと思われるが、真っ暗闇は彼らもあまり好まないということは意外と知られていない。これまた事実である。へえ。なぜなら彼らも目で見て行動するものだからだ。真っ暗闇の中で悪魔を見た、それなら安心してほしい。それは悪魔ではない。風景しか描かれていない絵が飾られて、ふって誰かが消したんだけど。
何？悪魔ではない何かってこと？それはそれで怖ない？え、あの絵はちなみにさ、こっからなんか上に登ってよく見たりとかしない？しないか。これなんか